はい、じゃあ始めていきましょう。逃走中です。ほら、あ、一発で倒せねえか。え、ひるんだ。ひるみは強いぞ。攻撃だけできないんだっけな。あ、もうおっと、何かと間違えたと今。まあいいや。で、実況取れない間、超不思議のダンジョンの方やってたんですけども、一応メインシナリオはクリアできました。だけどさ、あれめちゃくちゃ難しくないですか？俺が下手なだけ？レベルがさ、全然上がんなくて、今これレベル18じゃないですか。で、一応メインのラスト戦うときレベル25だったかな。全然ね、レベル上がってくんないんですよね。あれ？あ、そっか、これあれか。不思議の、超不思議なダンジョンの弊害だな。Y かなんかであれか。斜め移動かなんかのあれでしたもんね。どうだったっけ？こっちか。LR か。OK, OK。B, A, OK。ちょっとまだやりそうですね。なんか敵倒しても20とか、24とかしかさ、経験値入らないからさ、全然レベル上がんないよね。でもまあその分、助っ人とか使って、レベルの高い仲間がいっぱいいるから、まあそれ使えってことなんだろうけど、でもメインストーリーって自分が戦わないといけなくて、全然ダメだったんだよね。何分かかったかな？直前で記録装置に入ったから、記録装置をボスの手前で止めて、パワーバンダーめっちゃあんな。待って、あちゃんも何持ってんの？あれ持ってない？持たせられなかったっけ？あ、持たせられましたね。はい。やってた。結局何時間かかったかな？結構ね、即死攻撃みたいなのが多くて、レベルが低いからなんですけど、自分はもう完全に回復に専念して、遠目でずっと、ああ！またバイアしちゃった。どうだっけ？ LR か。よしよし。遠くから不思議種に頑張ってもらうっていう。進化してるときは大丈夫なんだけど、途中で最後進化戻された後だよね。そっから長かったな。すげえ頑張った。まあ、まともにアイテムとかも全然持ち込まなかったから、いけなかったんだけど、どうしてもさ、また初めからやり直すっていうのが嫌でさ。やった結果よね。96も経験値もらえるのが素晴らしいんだよな。あんな重いし、倒したやつがさ、経験値全然くれなくてさ。いい世界だ。ちょっと難しすぎる。要素がありすぎて、ちょっと自分には難しすぎましたね。うわ、イルミーゼ。ポケモン GO では全然出てきてくれないよ。あれもなんか地域みたいなのあんのかな。ツツーク、そう、結局ね、実況を取れないときって、今さ、ちょうど、ストーリー進行中だから、実況取れないときってできないんですよね。やってないときはさ、裏でレベル上げとかさ、依頼とか、やったりするんですけど、ちょっとしばらく実況取れなかったんで、忙しいっていうよりも、疲れて寝ちゃうっていうパターンが、多いですね。ここなんかそんなに広くないね。どうしても前を押したくなっちゃうな。ほらよ。あ、で、なんかこれ、ちょっと調べたんですけど、ポケは、一応投げれるらしいけど、1位だか固定みたいですね。値段によって威力が変わるわけじゃないみたいです。あ、ベータス！でも逃げてるときって、あ、ちょっと待って。あの画面のゴミが気になって、触っちゃった。ああ逃げてるときは、なんか誰も仲間にならないらしいんで、もう速攻で行きましょう。多いな、群青の洞窟。いいね、いい階段だ。あ、技マシンだ。もんじゃら色おかしくない？そんな色だったっけ？もうちょっと緑っぽかった気がするよ。続く。うん。
空元気か。これは何のスカーフだ。あ、絹にもお金はもらおう。あ、そう、これ道具のね、あれ持ってるやつもこんな少なくなかった。もっと多かったですね。リンゴがいっぱいあるな。なんだっけ、リンクル?シンクルじゃなくてさ、リングルみたいななったじゃないですか。あれが、やり、うわ、待って、箱があんな。あれも回収していきたい。あ、連結箱か。麻痺はどうせ一旦あれば治るからな。よしよし、抜けたね。ふう、やっと洞窟抜けられた。追ってのポケモンたちはどこに。おい、いたぞ、あそこだ。早いな。待て、ニカさん。待てって言われても待てないよ。はは、これさ、そんなに進んでないよね。この左上がさ、多分出たところじゃねえの。あ、あれはマグマ。お、炎の山だ。火口から溶岩はあんなにたくさん流れてる。あそこを取ることなんかできるのかな。一応君炎タイプだよね。でも後ろから追手が迫ってくるし、コダックは干からびそうだな。どうしよう、水太郎。お、あそこにいたぞ。捕まえろ。選びようがないよ。行こう、水太郎。あいつら炎の山に向かっていきやがった。なんてやつら、炎の山は見てるち。ここまでだって誰も行ったことがなかったのに。俺あんなとこ行くの嫌だよ。仕方ない、行く勇気があるものだけで追いかけるんだ。あ、関係ないけど、初めの方でアチャマがドウゴって言ってたじゃないですか。あれね、ポケモン超不思議なダンジョンでもね、相方のね、不思議谷くんがね、ドウゴって言ってたからね、恒例ですみたいですね。おお、ドカ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 シューン。もう行っちゃったかな。お、ガルーダのあれがあるぞ。セーブができるんだよな。なんとかエスゴスみたいだ。でもここにいてもしょうがないよね。逃げるにはこの山を抜けるしかないんだ。準備ができたら行こう、見たろ。コダック水技を持ってねえんだよな。あ、預けることできるっていいね。引き出すができないって。違う。よしよし、金のリボンはいらない。パワーバンダラもいらない。リンゴはそんなに多くなくてもいいでしょう。ここら辺もいらない。モモンだけあればいいかな。俺全然ないな。あ、引き出すことができなかったな。いっぱいだったからか。うん、グミはやっぱりね、あそこにいる時に使った方がいいらしい。仲間広場みたいなところ。カテキン、なんか能力値が上がるみたいですね。まあ、そこはおいおいかな。とりあえずじゃあいいか、行ってみましょう。でセーブだ。はいよ、早く抜けたい。おいよ、何岩の横穴って。岩の横穴ってなんだろう。関係ないところかな。これあれかな、レベル上げ的なやつなのかな。待って、2ターン耐えたぞこいつ。まあでもせっかくだから行ってみるか。おーい、この音楽もいいな。あ、大きなリンゴがあるんだ。じゃあ100回復だな。でもそんなダメージ見る限り結構スイスイ行っちゃっても大丈夫だと思うんだよね。ゴロンの石とかの方がむしろ怖い。え、あ、念力でもいいのか。でもな、パワーなんだっけ、パワースカーフ巻いてるから引っかくの威力が結構高いんだよね。あ、ないね、戻ってきたね。どうやらさっきの道は元の場所に戻っちゃうみたいだね。先に進めたら炎の山を越せなかった時に、なんかアイテムとかレベル上げとかをする用の場所ですね。よし、行くか。
本当に水ピジョットじゃないですかあなた。おだよ、うわ26だって、怖っ。125、アチャモの防御力がちょっと心配か。でも怖いね。さっさと降りよう。あ、爆裂の種の威力も違ってたね。超不思議なダンジョンの方が高かった、威力が100ぐらい効いてた気がする。おぞましんやるじゃん、水鉄砲。泥棒か、威力的にはどうなんだろうね。ドンメール、クソ、水タイプなのに水技がねえよ。クソが、ゴロの石はガンガン。あ、でもいいな、経験値めっちゃくれる。あ、2回で倒せない。岩落とし、あっぶね。あっちゃんも怖えな。うへ、あっちゃんも岩技使えると弱点だもんな。泣き声やめろ。ちょっと怖くなってきましたね。あざましめっちゃ落ちてる。恩返し、恩返し、なんか賢さ依存らしいですね。なんか夏軌道とかが多分賢さ依存らしいです。だから夏軌進化させるには賢さを上げないといけない、だからグミがたくさん必要になると、そういうらし話ですね。なんか水肌マジでコダック覚えてくんねえから、そうすれば絶対楽なんだけどな。ゴロンの岩強えわ。ああ、なるほど。どっちだろう。右行きたいけど、なんかこれも、あ、そうだね、通路だったね。ピジョット。おお、オッケーオッケーオッケー。ふう。あ、砂かけ抜けてくるんだ。うわ、27も食らった。うわ、怖い。どうすっかな。オレン、まあ一応あるか。命中率下がってたところが怖かったね。いや、ピジョット強いな。ダッシュ控えましょうか。よしよしよし。何のスカーフだ。お金持ちいる。スペシャルリボンは特攻アップか。特攻アップか。あ、なんて、あ、溶岩のところ行こうとしちゃったってことかな、俺。虫だ。あ、今一つか。あ、説明を見たのか。せっかくだったら倒しとくか。おいおい、137くれるっていいな。じゃあ足もっと、何回まであるかな。10回ぐらいまであるかな。あれはグ、あ、ポケだった。お金あってもな。アチャモは多分通れるんだよ。炎タイプは多分通っても大丈夫なんだろうね。うん、炎タイプが通れるか。後ろにいるな。アチャモにゴロンの石持たせれば多分投げてくれるんだろうけど、結構キュービー投げ、うわドメルさん、左行くか。よしよしよし。オレンの実が全然落ちてない。あ、びっくりした、ヒードランっぽく見えたけど、決め、アウト、間違えて引っ掛け出しちゃった。動揺してましたね。空振りか。じゃあ当たんないな。空振り、ああそっか、試そうと思ったけど、ターン経過で終わりか。命中率ダウンじゃないんだね。ピーン、よしよし。出たらこう出すまん。ほらよ、
いいね。でもレベルは上がらん。15回ぐらいまであるかな、炎の山。ひー、ゴロンの石ばっかり。てかポケしか落ちてないぞ。ほらポケばっかりだな。お金が溜まっていく。6ポケなんでや。10回まで来ました。またポケです。あ、これ斜めでいけそうだけどいけないんだ。そっか。あ、グミだ。あ、そう、グミなんですけど、これさ、抜群がダメなんじゃなくて抜群の方がいいらしいですね。逆だったんだよね、知らなかった。それはだから地面だから、むしろ地面の方がアチョモのがいいんだって。そうらしいですよ。1番は同じタイプ、2番は弱点が疲れるタイプ、なんかそういうあれだったらしい。まあグミ投げちゃったけどね。能力の底上げは必要になったらかな。まあ特に気にしないでやります。おー、13回か。お、中腹っぽい。しかもここ記録するだけか。まだあんのね。ファイヤーいたりしませんか、山頂。ひー、ガクがこっちを見ている。あ、そう、これさ、こっちだとさ2個特性持ってるけど、超不思議なダンジョンは特性1個しかなかったですね。で、不思議なカプセル的なサムシングで、あー、緑付け飛んできたらどうしようかなと思った。あー、怖い。で、特性カプセルみたいなやつで特性を変えるっていうあれだったね。でも特性いっぱいあるもんね。そりゃそうだよね、そんなにやっちゃったら大変だよね。鬼ドリル下だったか。くそ、本当に水技欲しい。いいね、3攻撃しろ。技は出してはいけない。ひー、水鉄砲くれ。よしよしよし。ウィンディー、ほんとポケばっかり。ほんとにマジでオレンの見くれ。赤いグミ。あ、じゃあもう賢くしていこう。かなり賢くなった。鬼ドリルめっちゃ寝てんなと思ったら起きてきたか。斜めがいかない。あー、びっくりした。ほらよ。いいね。2回ゴロンの石を当てら、嘘でしょ。火の粉で、待って、もらい火だな。火の粉ダメだな。さーて、ピンチ。倒した。ちょっとアチョモに犠牲になってもらう。よしよしよし。やけど、チーゴの実って預けたよね、さっきね。オレン、あと1個しかない。あと復活の種は1個ある。やけどって治んないよね、これね、多分。次の回行かないと。HP の回復はしてくれる。一応、自動回復あるか。こういう時に限って階段はすぐ見つからない。1ずつ回復してんな。通路とかで大丈夫だね、寝てるやつ。いやー、
これ右下か。あの寝てる鬼ドリル、あ、違うな、右上の可能性もあるのか。右下はさ、鬼ドリル寝てたでしょう。ならこっちにかけたい。ダッシュ禁止しましょう。鬼ドリル本当寝てるな君。ポケか。グミっぽく見えんだよな。あー、アイテムも全然ない。あ、と思ったら山頂終わったか。大丈夫かい？ファイヤー出てこないかい？これも災害の影響かもね。かーもね。ほい。はい。はい。はい。こんな危険なとこ、アチャモが火傷するって相当だよね。待てー！あれ？あたりが急に暗くなった。山の叫びが聞こえる。苦しくて悲鳴を上げているのだ。お前たちなのか、炎の山を苦しめるのは。違う、私たちじゃない。私たち、たまたまここを通ろうとしただけだよ。そっちこそ誰なの？姿を見せろ。ギャー！山の怒りは私の怒り。依頼見つけてきそうな感じですね。ああ、かっこいい。私の名はファイヤー、炎の化身。山を荒らす者にさない、覚悟！いやー、どうしよう。お、いい技があるぞ。まあ問題はなんか普通にツツクとか使ってきそうってことやね。金縛り効かねえかな。よし、聞いた。いいね、まだ麻痺してるか。翼流通やってきた。嘘でしょ。これあれだな、念力の混乱とかにかけよう。とりあえず一回だったらまだ大丈夫だから。いいね、結構麻痺残ってるな。おお、耐えた耐えた。一回だったらまだ復活の種あるから。いやー、全然攻撃も取んないね。水遊びの効果が綺麗だ。そんなこと言ってる場合じゃない。いやー、効かねえ。混乱も効かねえな。もうかだ。うわぁ、高速移動なんてこと。待って待って、高速移動はまずいぞ、聞いてないぞ。これはオデンで回復しないと絶対ダメなやつですね。炎の渦 55! バカじゃねえの。金縛りがあと1回しか使えない。どうするこれ。ラジャも死んだら終わりでしょ、多分。もうか。おぉ、もうか。助かった。回復全然なかったもんな。あ、待て、待てよ。私たち悪さしにここに来たんじゃないんだよ。ただ追われてこの山に来ただけで、それに苦しんでるのはこの山だけじゃない。今いろんな場所が自然災害にやられている。水技があれば本当に。その話本当なのか。本当だよ、信じて。もし嘘だと思うなら、私の目を見て。ギャー !697 でもレベル上がんなかったね。よろしい。あなた方の話信じましょう。はぁ、びっくりした。腰が抜けるかと思ったよ。ここを取りなさい。炎の山を抜けるのです。そして、約束してください。必ずや被害の原因を突き止めて、これ以上災害が広がらないよう食い止めること。わかった、約束するよ。と言っても今すぐは無理だけど、ギャー、すぐやります、やりますよ。今割れてるからちょっと無理だけど、でも私たちは救助隊なんだ。必ず災害の原因を突き止める。約束するよ。よろしい、約束ですよ。あなた方ならきっと成し遂げてくれる気がします。私に立ち向かった勇気、それを忘れなければ。金縛りが強かったね。いえ、
ただここから飛び立とうと思っただけです。そうなんだ、いちいち紛らわしい。ではギャー、いちいち吠えていく。ふう、すごく怖かったよ、顔よ。でもファイヤーが分かってくれてよかったよ本当に。さてと、私たちも抜けようね炎の山。あー、きつかったな。ずいぶん遠くまで来たね。私疲れちゃった、ちょっと休もう。いい景色だね。あ、ほら水を見てよ、炎の山があんなに小さく見える。ほんとだいぶ遠くまで来たよね。ねえ水太郎、炎の山を越えるのがとても大変だったし、あそこを越えられるポケモンって少ないと思うの。そしてその後私たちを必死でここまで、私たちここまで必死に逃げてきたわけだしさ、正直私思うんだけど、ここまで来たら追ってくるポケモンなんてもう誰もいないんじゃないかな。いや、まだいるんだ。え、まだいるって？誰なのそれは。フーリーンとかですね。フーリーンたちのチームならここまで来れそうだよね。しょうがない、行くしかないよね。とにかく誰も行けないような場所がいいな。頑張って歩こう。ん？どうしたのミサル、行かないの？え？私が疲れてるんじゃないかって？追ってが来るんだ、休んでなんかいられないよ。それに私言ったよね、私ミサルについてくって。そんな顔しないでよ、平気だよ。こう見せたろ。こうしてミサロたちの過酷な旅は続きました。彼らはより厳しい場所を求め北へ向かいました。山の向こうの山を越え、ぬかるんだ沼を抜け、凍った崖を登り、よかったフリーザーのとこ行かなくて。来そう、氷雪の地へとやってきたのでした。フリーザー来そう。でもフリーザーだったら火の子がワンチャン弱点だから。引っかくと念力全然効かなかったよね。